小池志郎小池志郎3月21日から1946年3月11日は日本の社会事業家、政治家、衆議院議員、東京市神田区神田西区長で初夏、小池淡わしの4、男として生まれる。1917年7月、東京帝国大学工学部最高学科を卒業。卒業後、鈴木商店に入社。帝国単業、 小屋の施工業所長となり、1924年、社会運動に加わるため退社し、上京して、出版社、クララ社を立ち上げた。1926年、社会民主党の結成に加わり、中央執行委員、福岡県支部連合会会長を務めた。1932年2月、第18回衆議院議員総選挙に、福岡県第4区から出馬して当選。 同年5月、赤松勝丸が結成した国家社会主義政党、日本国家社会党に参加し中央執行委員、組織部長、福岡県支部連合会会長に就任、日本中小商工業者連盟会長、日本労働同盟相談役も務めた。日本国家社会党の内紛で赤松が離党し、1934年2月、同党が、 愛国政治同盟と解消して総務委員長に就任。1936年2月、第19回総選挙で落選。同年11月、今村人志らと対立して愛国政治同盟を解散した。1937年4月、第20回総選挙では赤松、江藤玄苦郎らの政治改革協議会公認で出馬して再選され。 衆議院議員を通算2期務めた。同年7月、日本革新党の結成に加わり、総務委員、商工委員長に就任。1940年7月、新体制運動により日本革新党は回答した。1942年4月の第21回総選挙で落選。その後、日本南方協会の稲作訓練所長、同会理事長などを務めた。 ありがとうございます。